四つ塚志士検証費四つ塚様とは、幕末の1865年に、岡山県三正市土井で起こった勤労の獅子四人への、住民が行った、臨地虐殺事件に対して、後に、被害者を検証した石踏みである。復元された旧出雲街道土井塾の西門。慶応元年二月尊皇派の同志を募るために、作修炉遊説中の岡本太郎。 伊原大介、灯籠館、千夜金作の勤納の志士を、大勢の村民が、臨地にして斬殺した事件。第一次徴収性抜の後、大阪城を攻略する目的で、作集路において、同志を募る旅に出た四人の志士が、久米軍吉岡村の自教員の住職の紹介状を、持参して、勝田軍、都土村の作り酒屋の池上文左衛門を訪れた。伊原はかつて、 池上家の若い者に剣術を教えたこともあり、文在門に、金納の志を説いて、金作の協力を願い出ることにした。伊原大介、灯籠館、千や金作が文在門に活動資金の融資を求めるが文在門は、金の無心のために金納を口実にしているに過ぎないと、四子をねだりおばわりし侮辱した。激怒した四氏は刀を抜いて、文在門を追ったが逃げられ、 代わりに文在門の妻と番頭が金銭を差し出して、詫びたので一旦ことは収まったが、四子が立ち去った後、文在門と息子輝き道は、自らが謝罪として、金銀を渡したのにもかかわらず四子を役人に対して、強盗として訴えた。これに対して、 領獣屋の具を手にした村人たちが四人の獅子を、強盗とみなし追い詰め、彼らの弁明に全く耳を貸さず、四氏を死に追いやり、遺体を領辱した事件である。当時浪人を捕らえると報奨金がもらえたこともあり、必要に襲撃したとも言われる。四氏は、間軍土井の宿場の勤農の将や安藤正虎宅に逃れようとしたが村民は、竹槍でもって、彼らを追撃した。 四氏は途中武田神社に祈願した後、土井に向かった。土井宿は幕府の天領であるため、追ってくる農民から逃げ合せたとしてもその関門を通らなければならない。強盗の浪人者が土井に向かっているという法を受けた関門の晩卒は四氏の話を聞かず、捕らえようとしたため、丘が切り捨てた後、丘はその責任を取って、街道の松の木の根元で切腹。 それを追って、茨と、島は差し違えた、と彼らと同じと先のお側である、田中光明は記している。伊原は急所を外れ半日もがき苦しみ解釈を、懇願したが、土井村の医師福田精細以外誰も解放するものはなかったとされる。千夜は宿場へ入り、土井村の町方総代、武藤多平に対して、 自分たちへの誤解を晴らそうと試みたが叶わず、了縮の戦国で遺書を認め自信せざるを得なかった。彼らの死後、村民は、飛び口で遺体を散々に切り刻み両熟の限りを尽くし、彼らの遺骸は数日間捨て置かれた。その後、遺書などにより、真相が明らかにされ、世間で住民の残虐性と無慈悲さえの批判が巻き起こった。当時、西に、 都度の酒屋がなけりゃ、若い侍殺しやせぬとの俗用が流行ったとされる。これに対し村民は塚を立てることで反省と、犠牲者への哀悼を世間に示し、自分たちに向けられた批判をかわそうとした。事件より33年後の明治31年に、明治政府より4人に、聖護位が送られた。4死の遺体は、 参加側にかかる、門尻橋科の河原に投げ捨てられていたが、明治三十一年母は改装されて、三正市立土井小学校脇に現存する。地元では、塚は四津津様と呼ばれている。この後別に、金納子百三十五年祭記念の石碑が建てられた。芝良太郎の短編小説、何和城焼き打ちは、明治の玄関、田中光明が、幕末において、 公職と、怠惰ゆえに、何和上焼き打ちの虚に加わらなかったことから本事件の、何に巻き込まれなかったことを題材としたフィクションである。ありがとうございます。